こんにちは、藤田です。今日も一緒にエクササイズ頑張っていきましょう。今日は寝ながら痩せる方法になっていきます。二の腕痩せと、YouTube のコメント欄にコメントをいただいた肋骨を引き締めてアンダーバストを痩せていく方法で、ムキムキにならない寝たまんまできる方法を一緒にやっていきましょう。今回は1分間になっていきますので、ぜひ上向きで寝て一緒にやっていきましょう。今回やる方法は上向きに寝ます。この時に枕あってもなかってもどっちでもいいです。やりやすい方法でやってみてください。今回やる方法は膝を軽く曲げた状態で、だいたい膝の角度はですね90度になるぐらいにしてください。で、手を横に開きます。そのまんま、例えば右の手が左の手をタッチするように上げていきます。これを1分間やっていきます。で、この時の注意点だったりがあるので、やりながら一緒にお話をしていきますので、ぜひ1分間一緒にやっていきましょう。準備いいですか？いきます。よーい、はい。じゃあ手を開けて上げていきます。で、この時にやってはいけないのは骨盤が一緒に上がってくるっていうことです。そうなってくるとアンダーバストだったり、この下の胸のところだったりとかですね、腰のところに効いてこないので、しっかり骨盤つけたまま手を上げて上げて、そう、タッチするようにしてください。これを1分間やっていくことによって肋骨を引き締める効果があるので、なんか変な逆三角形になったりとかですね、そういうことがなくなったり、二の腕周りのプルプルっていうのを撃退することができます。それは二の腕の筋肉が肩甲骨からついてたりとか、肋骨に関係があるっていうことが言われているからなんですね。だからこれを1分間、寝る前だったり起きてすぐだったりとかですね、体を回す動くような動きっていうのをぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。今回はですね、1分間で二の腕と肋骨を引き締めて上半身を痩せやすくする方法についてお伝えをしていきました。だからですね、今日できたよっていう方はコメント欄から教えていただいたりとか、こんな運動を知りたいんですけどってありましたら、またコメント欄から教えていただけたらと思います。また明日一緒にエクササイズ頑張りましょう。それではまた、バイバーイ。